切り付けたら型紙を外して広げます。同じ大きさの黒い画用紙と重ねます。ずれないように周りをホッチキスで留めます。まず全体に白い絵の具でトントンと色をつけていきます。白がベースになります。チューブから出した絵の具を薄めずに使います。化粧用のスポンジです。これに直接つけてファンデーションをつける要領でトントンと伸ばしていきましょう。色の薄いところには二度付けしておきましょう。白でベースを塗る作業は終わりました。実際にはホッチキスは外しませんが、どんな風になっているか見てみましょう。こういう感じに白がついています。全体に白をのせたら、次は色をつけていきます。明るい色からつけていきましょう。黄色のような明るい色から色をつけていきましょう。白を塗っているので、明るい色でもきれいに発色します。同じ色のところは続けてどんどん色をつけていきましょう。赤紫色を使います。赤ではなく赤紫色を使うのは、絵の具の三原色に近い、マゼンタに近い色だからです。一色にせずにグラデーションをつけてみましょう。色を変えるときはスポンジを色が出なくなるまでよく洗い、いらない布などでしっかり水分を取ってください。白にほんの少し混ぜた赤紫ですね、混ぜるときれいなピンク色ができます。赤紫色に青を混ぜると紫ができます。一つの区画の中を色分けしたいときには、境目に紙を置きます。紙を半分に折って、適当に穴を開けていきます。そこに先ほど作った色をのせていくとこんな感じになります。最初の型紙を外します。こんな感じにステンシルができました。こちらの型紙の方もステンドグラスに使いますので置いておきましょう。